件の DM が届きました。読み上げたいと思います。ひなちゃん、ガシの悩み事なんだけど。いや、ダメ、噛むすぎやん。ということでね、これ捨てといて。一件の DM が届きました。ひなたちゃん、ガチの悩み事なんだけど、自分は赤面症で、今日学校で発表したら顔真っ赤っかになっちゃって、みんな引いたのか、本当にクラスの空気が重たくなって、最近はすごく悪化してきてて、先生に話しかけられるだけで赤くなっちゃうから、話してる時目も見れないし、なんか今日学校で泣きそうになっちゃって、辛くて、どうしたらいいかわかんないです。っていうメッセージが届いて、思い出しました。ひなも、これで悩んでる時期、正直ありました。唯一のコンプレックスやったと言っても過言ではない。ひなもね、赤面症で悩んでる時あったんよ。実はどれぐらい悩んでたかっていうと、ほんまに神社のお参りの時に顔が赤くなりませんようにってお願いしてたこともあるぐらい悩んでる時期があったんよ。学生の頃やな。すごい悩んで、ひなもそれこそ相談してくれたことを同じように授業中に当てられたりとか、発表せなあかんかったりとかっていうシーンで、顔が赤くなっちゃって、頭真っ白になっちゃって、何言えばいいか分からへん、もう自分いろんな人に見られてる、最悪、消えたーっていう時本当にあったんよ。こんなイエーイっていうひなでもそういう時ありました。だから握手しましょう。今は治ったっていうか、それをコンプレックスに思わなくなったんだよ。顔が赤くなってもまあしょうがないから、これが自分の特性だからねみたいな、赤くなっちゃってねへっへーぐらいに思えるようになったんよ。ひなはもう本当に体質的にすぐホテルっていうのもあるんやけど、それの時の心理の時ってほんま頭真っ白だって辛いよな。もうめっちゃ、でも結構意外とそういう人多いんじゃないかな。だから人ってやっぱリラックスしてたらそういうことになれへんやんか。緊張してる時に赤くなっちゃったりとはひなは思うよ。ただひなは極度の緊張のある一線を越した時からひなはスーパーサイヤ人モードに入る。だから赤くなったりとかせえへん。 DM 来てからいろいろ考えたんや。そういう時ってなんでそうなるんやろって思った時に、ひながスーパーサイヤ人モード、例えば生徒会あるじゃん。生徒会の立候補生の時だってダッダッダッダって全校生徒のみんなの前に立って持ってきて原稿用紙をビリビリって破いて Yes we can だけ言うぐらい肝っ玉あるんですよ。でも実はそんなひなも赤面する時があって、その Yes we can って言ってる時は完全にスーパーサイヤ人モードなんよ。ある一定の緊張も越して集中モードに入ってんの。このラインってなんなんやろって思って、めちゃくちゃ緊張して、緊張の捉え方も最近は変わってて、緊張するっていうことは心臓がバクバクする、バクバクしてるっていうことは体中に血液を送ってるってことで、じゃあ脳にも血を巡らせて体が戦闘モードに入ろうとしてる。だから緊張っていいものって捉えたら最高に良くなる。これやってみて、なんかの発表ある人これ一回試してみて、ほんのひなに DM ちょうだい。緊張って顔にも血流がいって赤くなってる、毛細血管がガンビラキになってるってことやろ。私赤面してる、恥ずかしいじゃなくて、ああ私もう顔の毛細血管ガンビラキになっちゃってる。この捉え方でだいぶ変わるんじゃないかな。自分の体を知ることでなんでこうなってるのか、別に悪いものじゃなくて、体がスーパーサイヤ人モードになろうとしてる時なんかなとかっていう風に捉えたら、まだ考えが変わるんじゃないかな。ドンドンこうなのよ。っていうのも赤面したドン恥ずかしいしかないから、赤面しちゃうのが嫌だ辛い恥ずかしいだけになっちゃうと思う。それはでも辛いね、わかるわ。もういやもうそうやって、もっと早くこの情報知りたかったんよ。最近いろいろね、体の仕組みとかも勉強するようになってからはね、あんまりねなくなりましたね。赤面する時もあるで、もちろん。それこそ一昨年の TikTok パーティー、みんなが前で喋る時やったんで、その時もう顔真っ赤っかですから。いやでもめっちゃわかるな、ほんまに、ね、めっちゃわかるわ、ほんまにわかる。そうで、一個みんながマジでいつもやってる直伝パックがあります。みんなに秘密で公開しちゃうね。緊張する状態になって顔が赤くなっちゃった、あやばい顔赤くなった、どうしよう、これ抑えたい、今注目浴びてるっていう時に、心の中全力でうんこ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 って唱えてみてください。うんこに集中してください。本当にこれちょっと汚い話になるんだけども、本当にねこれ使ってる方法で、本当にうんこうんこうんこっていう風に唱えてたら顔のことは忘れてます。一回やってみて、騙されたと思って、これで無理やったらまた別の方法考えよう。要するに顔が赤くなるっていうことは悪いことじゃないんだよ。そのマインドだけチェンジしたらだいぶ楽になるんじゃないかなと思いますね。どうでしょうか。結構な人が悩んでることやと思うな、これは。だから自分だけじゃないねんなっていう風にね、気づいてからね、あんまり気にせえへんくなりましたね。でもマジでひなもね、本当にみんなが思ってる5倍赤面症やったんですよ。本当にこうやって話すのだけでポーン
って赤くなってくる時あるからね。でも全然気にせえへんくなった。本当にそれも自分の顔の毛細血管がガン開きしてるだけで、体が頑張ってんだなって、心と体の分離客観視するようになったらいいんじゃないかな。幽体離脱方法だね。幽体離脱して顔が赤くなったら、ポンポンポン、日向赤くなってるね、でもしょうがないよね、体が頑張ってんだからっていう風に。会社の頃とか学生の頃とかってさ、何かとみんな発表させたがるもんな。でもな、その顔が赤くなるその先を目的にすればいいね。発表する、顔赤くならんとこうっていう風に行くから顔が赤くなるんよ。もうこれね、もう検証済みじゃなくて、本当にその発表で伝えたいものを作っちゃうんだよ。自分が一番興味ある分野を作っちゃって、これを本当に伝えたいっていうのになると、ここはもう気にならなくなるんだよ。ここに向かってるから。顔が赤くならないようにじゃなくて、これを本当に伝えたい何かがあるっていう風に考えを変えるだけで、これを伝えたい、そこに集中するから、もう顔が赤くなるとか以前の問題になるから、これめちゃくちゃやってほしい。もう他に集中するものを作る。うんこうんこもそう。うんこに集中するものを作るから顔が赤くなくなる。こっちもそう。伝えたい発表、何か伝えたいものを作った時にスーパーサイヤ人モードになれます。授業中に当てられて答えとかが分かれへんくて、うわどうしよう分かれへん、今自分に時間使われちゃってる、みんなが見てる、どうしよう、赤面しちゃってる、うわ最悪だっていう時になる時あるもんな。確かに。だからその時はそのうんこモードですよ。はい佐々木さん、うんこって言ってしまう可能性はあるから、それだけ気をつけてください。でもね、意外とね、今思い浮かんだんやけど、間をなくせばいいんやと思うよ。考える間はいい、集中してるから。でも何もない間、分かれへんってめっちゃ緊張になるやん。だからこの間を埋めればいいね。もう分かるやん、分かれへんか分かれへんかってもう分かるじゃん。はい佐々木さん、分かりません。これ間を詰めるっていう方法もいいんじゃないですかね。潔いっていうか、考えるんやったら本気で考える、この間をどうしようっていう思いはなく、ほんまにこの回答を解きたいっていう時だけ考える間を作る。ひなはね、何に関しても間っていうものを大事にしてるの。動画作るのに対してもそうやし、話す時にも対してもそうやし、間を制するものは人生を制すって思ってるぐらい、ひなは間を大事にしてるの。わざと開ける間も大事ですし、わざと開ける時の間ってためって、ほらお笑いで言うそのためみたいな、ここが面白い、自分何かとっておきがあるから、このあえての間を開けて何するんだって思わせる感覚を与えさせて、ボン、それなのか、考えさせる間もなくバンっていう間を作るのかっていう、なんかそれもね、これは面白いんだけど、みんなもね、間について考えてみてほしい。めちゃくちゃ面白いから。お笑いとかを見ててもね、すごい思うよね、このあ、この間はまさかあの間って。そこを見るのはいいかもしれないよね。ね、ピント合ってる？はい、ということでね、今回ひながね、 SNS 始めて6年7年ぐらい経って初めてのコンプレックスを話したんかなっていう風に思う動画なんですけども、どうでしたでしょうか。これ聞いて赤面症で悩んでるみたいな人はぜひトライしてみてほしい。ほんでもしそれが効果あったらひなに教えてくれ、もし効果なかったらそれもひなに教えてくれ。全部ひな DM とかは見るようにしてるんで、見れない時もあるんだけど、あと全部返信は返せるか返せないかっていうのもあるんだけど、教えてください。ひなはね、最近本当に研究にハマってます。皆様に今研究材料を渡しましたんで、皆様それ一回試してみてください。やっぱり皆様一サンプルということでね、あの私の研究材料になっていただいてなるんですよ。こうやって力んだりとか、それ恥ずかしいだけじゃなくて、体的に息が上がったりするだけでも赤くなるんですよ。それと一緒お酒飲んでも赤くなるし、別にそんなに大したことないんですよ、考えてみればね。でももう分かります、赤くなってる時は本当に頭白くなって、本当にあどうしよう、転ぶから消えたいと思う、その気持ちも分かります。でもね、そういう人いっぱいいるということでね、一緒に毛細血管ガン開きにしていきましょうっていう動画でした。本当に今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。グッバイシュウリナツでした。グッバイシュウリナツでした。嘘。